今ね、東京の六本木にいます。六本木のところの、六本木ヒルズの前のね、ドラえもんの人形が置いてあるんですよ。あんま記念撮影できるみたいなね、子供たちが、もしくは女の子たちがね、写真撮ってます。ドラえもん的にはたまらないです。ドラえもんもこの人形がそれぞれの違った感じで、やってます。顔とか見てると若干目が違ってるのかもしれないです。これ外国人の観光客もいっぱいしてるんですけど、まあアジア各国でドラえもん、もしくはね、他のね、地域、ヨーロッパなんかが流れてる地域あります。で、ドラえもんをがすごい人気なんだけど、まあ外国人来た場合も、ね、外国人がで、こう撮ってます。すごいですね。確かに子供たちにとってはね、すごい、ね、一緒に記念撮影撮れるってすごく嬉しいんじゃないですかね。これ外国人。